でこの富は、インカ時代から災いを断ち切って、未来に豊穣をもたらしてくれるという素晴らしい、神様だと思うので、我々もこの山形の里芋畑からこの富を使って世界中の人に元気と勇気と希望を持ってもらえるような美味しい里芋を作っていきたいなと思ってます。